はい、西の7番ホールに来ました、コメントでですね、ここ引っ掛けて OB を打ってしまうというコメントいただきましたんで、ちょっとレッスンをしたいと思います。これティーグラウンドがまずありますよね。ティーグラウンド、これ多分左に引っ掛ける、こっちから打ったら左にこう出るんですね、こう。だからこっちに立ってみてください。そしたら右向きやすいんで、左の OB がに行きにくくなると思うんで、ちょっとこっちから立って次回来られた時ショットしてみてください。西の7番ホールに来ました。375ヤードパー4、ここもあの狭いです。左右 OB、 ちょっと左にこう下ってってるような感じで、まあ、ティーショット非常に重要です。この前の6番ホールはですね、井上理子プロが、バーディー取ってくれたので、ここからまた元気づいてくれると思うので、あの井上プロのショット見たいと思います。お願いします。あの左の中腹、うん、完璧です。左の中腹が完璧、了解です。あー、オッツ、オッツ、え、OB なの？え、多分大丈夫。本当？うん。僕は5番ウッドでいきますね。距離よりも方向性が非常に大事です。ナイスショー。ベスポジじゃない？ナイス、ありがとうございます。すごいいいとこ、たくさんいろいろ。時松プロ6番終わって今5アンダーです。素晴らしいプレーを間近で見れて本当にリコ幸せです。いや、イーグル取れたのよかったな。いや、あのイーグルめっちゃ良かったよね、絵的にね。うん、え、ほんと間違いない。リコがドライバーで打ってって言ってくれたでな。言った本人は OB。 笑えんけん、本当にこんなスコア打ってからさ。え、リコプロは前半よ、はい、5オーバー、あ、6オーバーだったかも。やばいね。やばいよ。で、今1オーバーよ。こんな右じゃない？いやいや、でもね、このバンカーよりはね、あったある。あ、バンカーや。はい、セーフです。セーフです、ラッキー。俺も打つ。うん、何番？リコ P、 P 119ヤード。私は9番で打ちます。とりあえずちょっと私がいつも打ちを感じ打つね、うん、うまっ、いけ、おお、ナイス。ありがとうございます。どうやって打ちました？やっぱり球を少し右側に置いて、まあ、あとは普通に打ったかも。これ残り120ヤードのバンカーです。ちょっといつもより右に置いてください。右に、こっち側に。で、クラブはちょっと短く持つ。まあ、あとは特に変わりなく打ちたいと思います。いいですか？はあ、あれ？オーバー？うん、綺麗な音、めっちゃ綺麗。じゃあ井上プロのレッスンで、2打目100ヤードぐらいです。ピッチングウェッジで打ちたいと思います。ストップ。あ、こぼれた。めっちゃうまかったけど受けてないんかな、ピン側。いやー、なっちゃった。パターは持ってます。ありがとうございます。サンドウェッジがいるね。めちゃめちゃ下ってる。あ、ボス、ありがとうございます。じゃあ3打目いきます。58度。ほう、ちょっとずれた。ナイス、ウサギです。はい、あ、ありがとうございます。すいません、はい。ナイスパ。どうぞ。います。いや、これは触れるだけでレベルかな。触るだけ。うん、触るだけレベル。でも最初ちょっとあるけんな、普通のところが。ねえ、触るだけじゃないよそれ。結構、いや、結構強引。触るっていうよりも掴んだね今ね。
殴ったじゃないってぐらいのレベルでした。これは殴るレベルでしたね。全然触るだけじゃない。よし、スパセーフ。危ない。めっちゃ景色いい。西の8番ホール来ました。166ヤードのパー3、まあ、見てわかりますけどグリーンの手前に池があるので、まあ、しっかりそれは越えたいな、まあ、でも大きく打ってもバンカーがあるので、まあ、距離感が大事かなと思います。リコ何ヤードですか。145、打ち下ろし見てね。リコプロからどうぞ。はい、リコからいきます。シャンクも後でやりますか。うん、折れちゃったかも。木のティーだったから。何番で打ちました今。7番。じゃあ僕は8番で。はい、いい感じ。あ、でかい。ちょっと左か。でかい。でか。ちょっとでかいね。少し戻ったけど飛距離伸びたんですかね、さっきから。いやいや、ドライバーが伸びてほしい。難しいですよね、そういうのがあると。お、難しいですよ。池とかね、やっぱ結構入ってるんですよ。年に1回ぐらいこう池の掃除するんですけど、もうすっごいいっぱい入ってるんで、やっぱ結構トラップですよね。今日は本当にとても天気がいいです。最近ね、なんか気温はまあまあちょっと高くなってきてたけど、雨が多かったんですよ。明日も多分雨だし、でも今日だけはこんなに晴れだったんです。最高のゴルフ日和ですね。ちょっとスコアはね、前半バタバタしちゃったけど、でもめちゃくちゃいろいろ学べて楽しくラウンドできてます。もう1個ぐらいバーディー取って終わりたい。じゃあ2打目いきます。惜しい。分からん。次です。お願いします。うーん、また引っ掛けた。バッ、あ、ちょっと引っ掛ける癖あるな。なんだ、よし、ナイスパー。ありがとうございます。バーディー取りたかった。バーディー引っ掛ける、ありがとう。え、パターさ、ショートパット練習するってさ、はい、なんか線かなんか引いてすると、それとも、いやいや引かないっすよ。マークとかも線、いやいや、マークマークいっぱいとか、はい、センター、僕全くしません。へえ。西の9番ホール、最終ホールにやってきました。550ヤードのパー5。ここも OB ないので、まあ、ティーショットから思いっきり飛距離を出していきたいホールです。ちょっと左に曲がってます。うん、まあ、本当距離があるので、まあ、しっかりナイスショットを続けたいなってところで頑張りたいと思います。278、はい、着きます。ちょっと上げてるのかな。超えたんじゃね。バンカー、いやいやいや、ねえ、出たねえ。パー5ミスする確率高いです。チャンスなのにさ、せっかくの。じゃあ行きます。今のは良かったよ。ナイス。今から会議はきついよね。そうですね。何の会議？ JGTO。 あ、JGTO のね。なんか
落ち込んだ時どうやって気分転換ですかとか、ちょっとリコプロに聞きましょう。僕もわかんない。はい、落ち込んだ時なんか私結構こう一喜一憂しちゃうタイプだから、一個悪いことがあってあーとか思っても、一個いいことがあったらおいけるんじゃないみたいな、逆にここまでこう浮き沈みしていいのかなっていうことを聞きたいです、げんちゃんに。げんちゃんは結構平常心、バーディー取ってもスッって感じ、ボギー言ってもスッって感じ、うん、やっぱそっちの方がいいんかな。いやいやいや、そんなことないでしょ。本当やっぱパワーがあった方がいいです、ね、ギャーギャー騒いで騒いでギャーギャー騒いで大丈夫かな。でもね、あの集中力が欠けるっていうのは、うん、ゴルフって18ホールあるでしょ、5時間ぐらいプレーするわけですよ、うん、それ5時間絶対集中するってまあ難しいんで、うん、打つちょっと前ぐらいから集中するんですね。打ったらもう集中しないです、忘れます、歩くとこまで、はあ、今のと、はあはあ、今とか、はあはあ、すごいね。そしたら集中力が結構持つ、はあ、そうだからボールがあってこう何ヤードです、これぐらいから集中するんですよ。で打って、うん、こっからはもう忘れた方がいいですよ。ちょっと当たりミスしちゃったからこんな飛んでないバンカーですが、いや本当私も聞きたいぐらいなんですけど、どう、まあユーティリティだから上がると信じてちょっと打ちますちょっとバリ雑、ね、バリ雑、うまっ、よし、うまっ、無理せずに、はい、大事です、ありがとうございます。飛んでますね。多分240ヤードぐらいで5番ウッドで行きます。はい、はい、行きます。はぁ、これすごい完璧じゃない。あ、やりすぎか。弱し弱し、あべし、私は何ヤードだろうか。井上プロ3打目行きましょう。18ホールこれ難しいですね結構ね静かになっちゃう。うわ、138ヤードです。バンカー入れちゃったから結構残っちゃったけど、138のアゲンスト、あ、7番アイアンです。いかんかな7番じゃ、ね、結構上げてますよね。いやでもゴルフは手前からだから。ちょっと戻ってきて戻って、あ、やばいやばい、ゲロゲロロロロ、うわ、3打目いきます。パターです。はあ、惜しい惜しい、ナイストライ、惜しかった。今のお先です、お願いします。あー、ちょうどいいですね。距離がないからな、結構開いて、うわ硬いな、硬かったね、バンス跳ねちゃった。え、今のってさ、どうしたらよかったと。ボールの手前から行き過ぎたね。ちょっともう一球ある。え、それってさ、玉位置がちょっと左すぎたということではなく、玉位置はいいと思います。玉位置はいいですね。もう一回行きます。手前から行き過ぎたというご指摘を受けましたので、完璧。うわー、これ打ちたかった最初から。ナイス、OK。 え、今のレッスン終わり。うん、いかんやろ。ちょっと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 、強いねえ、リゴさ、すぐこういうことしてしまうじゃん。可愛いけんね。は、可愛いじゃ済まされんけん、本当に全然可愛くないわ強いわもう、ナイス、ます、ドンマイボギー。
ありがとうございました。ありがとうございました。最後締めのスピーチ取りました。晴れ、今日は最高。晴れ、晴れ女や。最近は晴れ女かもしれんと思ってきたっちゃう。たまたまやん。おい、どっちや。お疲れ様でした。ありがとうございました。18ホール終了いたしまして、時松が、66、そして井上リコプロが、80という結果に終わってしまいましたけども、いや、リコプロどうでした？いや、まあまあスコアはさておき、すごい楽しくラウンドできました。素晴らしいプレーを見せてもらって、すごい勉強にもなりましたし、高校ぶりぐらいにね、一緒にラウンドできたので、でした ね、 ね、すごい楽しかったです。またぜひお願いします、ね、お願いします。ということで、今回は楽しく、ラウンドさせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。引き続き、ゲンチャンネルをよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。リコさん、ありがとうございました。ありがとう。忙しいのに。いえ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 、私なんてもう暇ですよ。ねえねえ、写真撮ろう。はい、チーズ。笑ってよ。笑ってよ、もっと。もっと。爆笑したよ。イエーイみたいな。爆笑したよ。爆笑したよ。ではない。